考えたってわからないし、青空の下君を待った、風が吹いた正午、昼下がりを抜け出す想像ね、これからどうなるんだろうね、進め方を教わらないでよ、君の目を見た、何も言えず僕は歩いた。ありがとうございます。よかったら寒いし、ついでに手拍子を落としながら楽しんで聴いていてもらったら嬉しいです。ありがとうございます。小池チャンネルです。初めまして、聞いてくれてありがとう。お届けします。だから僕を今夜考えたってわからないし、青春なんてつまらないし、夢のはずのピアノ、机を弾く癖が抜けないね、将来何してるだろうね、音楽は捨てないといいね、困らないでよ、心の中に一つ線を引いても、どうしても消えなかった今更なんだから、何も思い出すな、間違ってるんだよ、分かってないよ、当てられても、本当も愛も世界も苦しさも人生もどうでもいいよ、楽しいかどうか知りたいのなくても、笑顔なのだ、考えたんだ、あんたのせいだ。